い、皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回は信長の予防対処パブキット明智光秀本能寺の変リベンジ、やっていきたいと思います。今ですね、ちょうど後藤も食べたい、まあ、これは羽柴秀吉、まあ、後の豊臣秀吉の配下になっている後藤又兵衛がですね、今岸和田城を攻略中です。でこの岸和田城って何かっていうと、信長の三男信孝がこもっている岸和田城に秀吉が攻撃を仕掛けているという状態です。なのでこの間隙を縫ってですね、秀吉に対して挙兵を行っていきたいと思います。じゃあまず宣戦布告から行っていきましょう。我が軍略お見せしよう。これに対して、まあ、秀吉側に家康がつく、さらに信孝もこれは、信勝ですね、清須織田家信勝の方も秀吉につくという展開になっているようです。で我々の方には元親エルモト勝家、が味方してくれるという話ですね。兵糧1万3000この兵糧が結構今欲しいので助かります。であとはですね、この後秀吉と再び激戦を繰り広げていくことになろうかというところなので、ここはですね、抜かりなく、準剣場を建てておきましょう。あと、漁村が建てられるところがあるんであれば、漁村も建てちゃうね。で、さらにですね、実は歩兵を少し調整してまして、三木城で、足軽を、姫路城でも足軽と農兵それぞれ増強を行っています。これでお金がちょっと苦しくなっていくのかなという気はしているんですが、いかんせん秀吉はですね、恐ろしいほどに兵力を回復させてくるので、もうご覧の通りですね、すでに後の大阪城のある石山御坊、ここに1万7000、さらに西岸に1万9000、洲本に1万9000と一つの城に2万の軍勢を入れてるっていうのが3つもあるのが秀吉です。まあ長久というのもあるんですが、まあ、難易度超級にしてもね、秀吉、チート級の兵力の蓄え力なんで、まあ、このあたりは少しね、我々の方も注意をしていこうかなというところになります。では、これで、時間を進めていきましょう。いや、ちょっと待って。時間を進める前に、早速、高屋城に、いや、飯盛山城だな。飯盛山城に兵を出しましょう。で一旦そうだな、時間のかかる左近隊、あと広子隊は解除して、代わりに、遠方でもいいので、割と兵力があるところから呼びたいけど、行ってもさほどないんだな。いろは太夫の2万2000、沢山城、大垣城とか長浜城とか、この辺りから兵を出したいですよね。伊賀上の左近、まあ、この辺りも出したいところですが、一旦これでいきましょう。で、兵の出し惜しみは一切しない。フル戦力で臨みましょう。高山右近隊もね、決して能力的に優れている、そういう部隊ではないので、少し怖さはありますね。さあ、これで総計29,700、3万の軍を整えました。これで秀吉軍が3万8000で出陣してくるんだね。これを迎え撃ちましょう。我に続け。まずこれを確実に撃破したいので、対命で、大義名分の戦意。いや、待ってくれ。猛攻号令が先だな。手段は選ばない。自分で操作して決戦を行おうという場合には、猛攻号令の方がね、ポイントが早く貯まるのでいいと思います。さあ、これで、秀吉軍との決戦になります。秀吉本体との決戦、敵は1万2000、味方2万2000、これできるだけ損害少なく勝ちたいよね。さてさて、どこでどう迎え撃つかだな。まず罠を仕掛けましょう。鉄砲水。得意の鉄砲水。あとは、マイリ泥沼。
軍施設で、まあ、最低でも銅だら台は用意したいよね。見張り小屋も用意したいので、こんなところかな。で、あとは、陣も張りたいけど、陣張る余裕はないな。であれば、罠をもう一つ、前火を仕掛けておこう。これで行きましょうか。で、あとは一円弧ですね。鉄砲隊がどこにいる？鉄砲隊ここにいるね。鉄砲隊を早めに移動させましょう。秀吉の首を上げる。それはもちろんやりますよと。さあ行こうぜ。進みなさい。始めるぞ。ご命令を覚悟しろ。ここで敵を迎え撃つ。始めるぜ。命を覚悟せよ。ご命令くだされ。始めよ。手を打ちましょう。ご命令を。騎馬隊を用意してないな今回。うかつだったな。さあまずは万全を期していきます。できるだけ味方の損害少なくね、当然勝ちに行きたいので。敵の居所が分かりました。命令してくれ。始めるぜ。雨か。ちょっと嬉しくないタイミングで雨だね。手を打ちましょう。ご命令を。ご命令くだされ。始めよ。そしたら鉄砲隊を下げて、いろは隊を前に出しましょう。進みなさい。鉄砲隊雨だとね、機能しないので。敵もそれは同じだな。前へ。ご命令。足軽隊前へ。よし、前にハマったな秀吉が。これはでかい。前へ。さあ雨が止んだので、ここでまず鉄砲隊による射撃を行いましょう。さあ行こうぜ。手を打ちましょう。下地覚悟せよ。でいくつかの部隊は都会させておきましょう。突撃できるようですね。覚悟せよ。足軽隊前へ。これにて幕とさせていただく。織直政隊の策士か。ただここで鉄砲水がはまってくれた。 OK だ。鉄砲水にはまってくれてる相手を潰しておきたいが、あんまりね、あの兵を、ね、失いたくないので、この後の戦いを考えた場合。始めましょう。三井で隊で潰しにかかりましょう。滝の目線。よし、これで行こう。やりたい。前へ。ゲチ。覚悟しろ。ゲチ。覚悟しろ。よし、攻撃が余ってるので、ここでうがち抜きをかましていきます。許しを取るの。今のうちです。やりたい。前へ。慎重に操作をしていく。ゲチ覚悟せよ。さあ行こうぜ。ご命令。やりたい。前へ。もしうがちがはまったので、敵の後ろに回り込んだら、負け戦かよ。このままさらに進みなさい。敵の攻撃に入りましょう。命令してくれ。さあ行こうぜ。で南側がちょっと乱戦になりつつあるので、南側に主力隊を動かしていきましょう。命令してくれ。さあ行こうぜ。ゲチ。あとはどうするかな。キリンを発動して、とりあえず北部戦線をね、一気に片付けましょう。敵を焼き尽くそう。足軽隊踏ん張れ。ゲチ。そうはいかないぞ。始めよ。手を打ちましょう。ここでね、やっぱり
今更ですけど騎馬隊がいればね、一気に敵を蹴散らせたのかなっていうね、後悔はありますね。始めるぜ。右近隊もまだ健在だな、大丈夫だよね。よし、ここは秀吉さんに攻撃を集中して一気に壊滅に持ち込みましょう。始めるぞ。ゲチ、進みなさい。命令してくれ。当てるとでも思ったか。叩き潰せ。したか。お覚悟願う。我らが破れるとは。よし、敵の部隊壊滅させた。堀直政隊は下がるのであれば、堀直政隊を追うのはやめて、秀吉が逃げるであろう進路上に部隊を動かしましょう。で、ここにいる三成隊も一旦無視して、三成隊を無視して代わりに片桐隊に攻撃を集中。やりたい前へ。ごめん、ごめん。ゲチ、ゲチ、始めましょう。秀吉が下がってくるのであれば、秀吉を後回しにしてでもいいので、敵の全部隊を壊滅させにかかりましょう。さらにここに戦国もいるね。が、まいりか。敵もやる。さあ、うがち抜きを使って一気に敵を殲滅。この攻め、かわしてみせよ。足軽隊、前へ。やりよる。我らも破れた。さあ、では、あとは本当に秀吉隊めがけて突撃を行っていきましょう。で、斎藤利光隊だけ一応ね、三成の攻撃に回ります。叩き潰せ。今は引くぞ。まさか我らが。一旦引くぞ。叩き潰せ。負けるとは油断したか。叩き潰せ。さあ、最後はキリンでとどめを刺します。まあ、引いてほしい。協力ですけどね。さすがに倍の兵力を用意したので、十分に余裕を持って干渉できました。それでもこのね、戦力だからね。いやー、秀吉強いよ。ただこれで秀吉軍38,000、まあ40,000を撃破したっていうのは大きいですよね。味方の損害もただでかいな。敵将打ち取った。打ち取ったな。まあ秀政も討ち取ったか。捕獲した武将もいる。まあ、捕獲した武将に関しては一度解放しましょう。この後秀吉との戦い、まだまだ長引く可能性がありますからね。さて、ここだよな、問題は。22日の強行で一気に城を落としてしまおうかな。モグラ攻めをしてからの。いや、金使うべきじゃなかった。今更だ。今更だけど、金を使うべきじゃなかった。キャンソーできないよね、キャンソー。初期化できる？初期化したいよ。お、初期化できるね。モグラ攻めで5000は使いたくない、今。兵を増強中なので。で、信孝と信勝の内輪揉めか。信長の次男、三男。まあ、ここは一度不参戦を決め込んでおきましょう。で、秋の兵糧。この兵糧を待ってましたね。これで、しばらくの間、持ちこたえられるだけの兵糧をね、手に入れることができたんじゃないかなと思います。でだ、金がないので、進出は絶対やらなきゃいけないし、農業は厳選する。以上だな。で、秀吉軍があとどんだけ集まってくるかだな。高屋城にまだ15,000が入ってるからな。
これがどう作用するかというのと、あとは洲本城に兵を出せるかどうかだね。ちょっと確認する。洲本城に兵を出した場合、清正が4200か。うん、420だね。これであれば一気に攻め落とせるんじゃないか。左近隊の数を減らして、テルコ隊も減らす。数を減らして、1万ぐらいの軍勢を整えたら、一気に攻撃に転じましょう。洲本城も取る。かに再造隊も減らす。これで12,900。こんなところかな。これで約1万の軍勢を整えたので、これで洲本城の攻略を行いましょう。で、家康と川尻か。動画でもツイッターでも何度も言ってるように、僕はアンチ家康なので、ここは川尻家に味方したいですが、川尻家と、まあ、国交がないので、一切何もできないのであれば、不参戦を決め込みます。世の汚れを払い、天下に正室をもたらさん。で、このタイミングで勝家が家康に挙兵が、これ、家康としては結構苦しくなるんじゃないかな。もちろん勝家につきます。手を貸そう。で、ちょっと一旦時間止めますね。我々の動きとしては一旦対面を発動しましょう。うは、大義名分だけか。徴兵号令を使って一度、母兵の速度を高めます。勝つためならば。で、清正が23,000で飯盛山に来るのか。ただこれは先に飯盛山落とせるよね。手段は選ばぬ。勝つためなら。お、正則が捕らえたな。いやー、これは、これを機に一気に秀吉を潰すというのを前提に正則を処刑しよう。正則を処刑できたのはでかいからね。で、清正が、どう動くかですね。来るのか、清正はこのまま。ここは長宗我部と秀吉が改善するのであれば、長宗我部にもちろんつきます。手を貸そう。ぐは。ここで清正2万が来るのか。あ、ちょっと待ってくれ。危な。いや、普通に指揮を取りたかったのに危なかったね。ただ、ここで清正を討ち取った、追い返したのはでかいですね。よし、これは一気に秀吉を壊滅させることができる。騎乗する。これででももう秀吉の方は高屋城に入っている1万6000が頼みだよね。で、さらに、手取り城に長宗我部隊か。長宗我部もここで漁夫の利を得るのは怖いよね。できるだけ多くの城を取りたいので、頑張りましょう。何？勝家はここで。信孝に対しても、宣戦布告するのか。もうここも勝家につくしかないね。手を貸そう。これは秀吉を倒す。報告します。またとない好機。先月の終始になります。ただ又兵衛がなんかちょっと今挙兵してたよね。これより表情を始める。又兵衛の動きがちょっと怖いな。とにかく今議論と対面は絶対欲しいので、そこを重視して選定を行います。これにて表情を終える。で、無兵装攻撃力上昇中。これは今一番欲しかったので先に入れて。あとは、そうだな、お金が欲しいので、一旦ここはこのまま終わりにしましょう。次のターンを待つ。ゲチを。で、又兵衛はどこに行く？又兵衛はどこにも行かないのか。野戦で決戦するのであれば悪くないよね。ただし。で、忘れないうちに、まずは、新設で、準検所。金がなくても準検所だけは、どうしても作らなきゃいけない。作る。で、進出がその分できないんじゃないか？いや、できるね。かしこまりました。ちょっとでも進出してお金を少しでも増やしておきましょう。で、あとは、取った高屋城に、ちょっと待って。
飯盛山城に武将を入れます。五所から、そうだな、早川、あまりにもね年月が短いとちょっと信用的に微妙なので、早川6年目の早川さんを入れておく。承知いたしました。で、あと戦える武将も一人入れておきたいよね。最前線になるんで、飯盛山城は統率の高い武将を入れます。氏里は入れたくないし、日野城にいるのは常沖輝政、ここも動かしたくないとなると、五所にいる人間にしたいな。五枚隊にしますか。統率60と、まあ、決して高くはないですが、又兵衛が 18,000 で動かないのであれば、こちらはね、その分洲本城の攻略をしましょう。で、勝家が6ヶ月兵を貸してくれという話、今秀吉との戦いに兵を割きっているのであまり兵を貸したくないんですが、まあそういうのであればというとこだな。まあ大垣城ぐらいだったら兵を貸してあげてもいいかな。鉄砲2400を代わりにもらい受けましょう。で、洲本城の攻略戦が始まっているので、洲本城の攻略戦は方位44日で蹴りをつける。で、ちょっと面白い動きをしているのが、今又兵衛 18,000 が洲本城にやってくる。マジか。であればこの隙に石山御坊大阪を取るか。大阪を取ろうとすると後藤又兵衛 18,000 がやってくるのか。で、高屋城であれば来ないのね。じゃあ高屋城に標的を変える。進め。この後藤又兵衛 18,000 をなんとかね蹴散らさないと話にならないので、逆にこの後藤又兵衛 18,000 を始末できれば秀吉は終わりですね。で、勝家が信勝を撃つという戦いですね。報告します。先月の終始になります。わ、金がなくなったか。ついにご命令を。で、洲本城にやってきちゃうんだな。又兵衛16,800になってますね、数が。手取り城は元近が確実に取るでしょう。5万の大軍で攻め寄せてるので。うん、ここは勝家の右腕鬼玄馬佐久間森政軍と家康の腹心中の腹心忠勝が深し付近で戦闘。これはおお、忠勝に勝つか。まあ、忠勝が5400に対して佐久間森政28,000なんでね、ここはもう数で押し切った感じですかね。さあ、また米軍16,000か。どうする？まあ、これ全軍で戦うしかないよね。ただ、兵の数では上回っているんだな。9,500。敵が8,500。準剣場をコツコツ立てた甲斐があったというものですね。先着しているので、軍技力は圧倒的に有利ですね。であれば、ここはいつもの得意のワンパターン戦法にはなりますが、鉄砲水を配置しておきましょう。で、さらに奈落参り、軍施設はどうだらだい。で、のろし城もしっかり立てて、これでいいかな。で、部隊の方は、とりあえず鉄砲水の方に敵を引き寄せたいので、全軍下げます。こんなところでしょうか。では、これで改善していきます。これで後藤又兵衛隊を確実に葬り去りたい。いざ参ろうか。では、布陣していきます。始めるぞ。ご命令。ご命令。始めるぞ。ご命令。
敵よりも数が上で、さらに軍技力も上、あとは武将の質量、そこの話になってきますね。ご命令を。始めるぞ。始めよう。敵の移動ご命令ください。ご命令、始めるぞ。ゲチオ、ゲチオ、さあ始めようか。始めるぞ。ゲチオ、名簿、始めよう。藤田伝語隊は絶対に壊滅したくないので後ろに下げます。しばらくにあれだね。それで敵を足止めしている間に布陣を完了しましょう。グハ、奇襲を食らってるよ。やりたい前へ。まあ、忠興の隊は一旦下げましょう。覚悟してもらおう。やりたい前へ。今が好機。やりたい。敵の一体、慶順の部隊がやってきてるので、慶順の部隊をまず袋にする。始めるぞ。足軽隊前へ。覚悟しろ。足軽隊前へ。名を覚悟せよ。ゲチオ、ゲチオ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。さてどうしようかな。まずは大砲を叩くタイミングではないので、一旦放置だな。鬼島津を発動して、まずはここですね。敵の部隊、慶順の部隊を壊滅させた。慶順が下がるのであれば、こっちは深追いはしない。あくまでも敵を迎え撃ちます。時間が経てば経つほど有利になりますからね。兵力差。ご命令、ゲチオ、覚悟しろ。やりたい、はい。ご命令。ゲチオ、覚悟は良いか。やりたい、はい。これほどと。敵が下がっていって、我々は南部戦線がちょっと兵力的にきつくなってんだな。そしたら南部戦線に、ゲチオ、覚悟は良いか。菅西蔵、細川忠興を投入していきます。テルコ隊も投入する。始めるぞ。で、畠山隊で、北部の方は守備しましょう。そしてこの手前、敵の居所知れましたな。伝語隊もちょっと遠くから射撃はしておきたいな。始めよう。一撃で沈めてやろう。やりたい。今膠着状態ですね。完全なる。敵の居所知れました。足軽隊前へ。始めるぞ。左近が思いのほか手こずってる感があるんだよね。ゲチオ、始めるぞ。始めるぞ。やりたい、はい。で、北部に慶順がやってくるんだな。そしたら又兵衛もいて危険なんで、やっぱり慶順の方に舞台を一部割きましょう。覚悟なき者、負けはせぬ。ゲチオ、覚悟は良いか。覚悟しろ。ご命令を。さあ始めようか。やりたい、前。ゲチオ、ゲチオ、覚悟しろ。ご命令ください、ご命令ください。ここで慶順の部隊をもう確実に壊滅させにかかろう。忠興の部隊も特攻させました。始めるぞ。やりたい、前。で、臨戦してる。ご命令を。
最前線の山崎がピンチだな。山崎を下げましょう。始めるぞ。代わりに太鼓を叩いて。格の差、思い知るがよい。よし、これ刑事の部隊を壊滅させましたんで、北部の戦線から忠興を戻しましょう。ゲチ、ご命令を。ゲチ、覚悟せよ。やりたい、前へ。で、一気に敵のこの村田義継隊を壊滅させる。楽しもうぜ。今は引こう。よし、これで敵の部隊数は6まで減らしましたね。なので部隊数では圧倒的に有利に立ったので、一旦体勢を立て直しましょう。無理はしない。覚悟してもらおう。ゲチ、始めるぞ。せっかく有利な部隊数なので、無理はしないで覚悟しろ。敵を始めるぞ。抑え込んで置いている間に立て直しましょう。ご命令を。さあ始めようか。こっちも矢沢山崎隊が壊滅しちゃったね。まあ、しょうがないです。やりたい前へ。さあ、ここでまた敵が分散してやってきてるので、長久の割には微妙なことしてくれるね。ありがたいこと。ご命令、始めるぞ。命令。始めよう。ご命令、始めるぞ。ご命令、覚悟しろ。ご命令、やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。さあさあ、ここでどうするかだな。まずは今度は敵がね、北側に集中してきているので、急いで北側に向かいたいんですが、ここに始めるぞ。本願寺がいるので、本願寺を潰しておきましょう。で、味方のね、藤田伝言隊は絶対にやられたくないので、伝言隊は無理をさせません。始めるぞ。やりたい前へ。かかれ。敵の居所知れました。やりたい前へ。引っ張られてる間にどうするかだな。結果的にこちらは後ろから敵を潰せる状態になってるね。力を合わせよ。我らが力示すは今。攻撃して一気に敵を壊滅させよう。やりたい前へ。覚悟してもらおう。やりたい前へ。まさか我らが。よし、ここまで来たらもう安心ですね。あとは敵の強盗又兵衛に攻撃を集中していきます。やりたい前へ。攻めよ。やりたい前へ。まあ、ここでよもや伝吾がやられるってことはもうないと。やりたい前へ。これほどと。バカ、ありえん。よし、これで秀吉との戦いに一つ道筋がついたかな。負けはせぬ。枠さん、枠さんは処刑だ。死ぬというのか。洲本城に立ったそれでもまだ2800からなる兵が入ってるので、一旦伝言隊は返すしかないな。よくやってくれたけど。で、代わりに兵をもう一度繰り出し直しましょう。で、利家と元忠、これもね、勝家の与力大名の利家と家康のね、古くからの家臣である元忠、これは利家が勝つか。利家の兵力が3万5000あったからね。ぬぬ、島津が長宗我部に宣戦布告か。これちょっと嬉しくないバッドニュースですね。
できれば、長宗我部はね、しっかり家康の、秀吉の息の根を止める、その手伝いをしてほしかったんですが、残念。で、高屋城はどうなっている？強行で59日。強行で59日だな。で、うわ、やってくれるな、本当に。長宗我部は5万の軍勢残して西岸に攻め込むのか。いやー、持ってくねー。持ってきますね。我々はそしたら藤田伝語隊を再び、今度は石山御坊に向けて発進させましょう。石山御坊は絶対に取っておきたいので。西岸はもうしょうがないね。長宗我部に渡しましょう。我々としては絶対に欲しいのが、石山御坊、高屋、岸和田、この3つの城と、できれば洲本城も抑えたい、というふうに思っています。というところでね、じゃあ今回はここまでに一旦させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。